はじめまして。ずんぐりむっくりしたナスを買ってきたずんぐりむっくり体型です。田楽にしようかグラタンにしようか悩んだ挙句、今日もどっちつかずの食べ物を作りますので、最後までお付き合いくださいませ。まずはナスを真っ二つ、次に皮と身の間にぐるりと一周切れ込みを入れて回ります。今日のところは勢い余って皮を貫通してしまわない程度の深さにしておきました。次は縦に1本、そして横に 3,4 本同様に切り込みを入れ、アルフォンソマンゴーみたいな見た目にしていきましょう。片割れにも同様に切り込みを入れていきます。ある程度深くまで切っておかないと後から取り外しにくくなってしまうので、短気な方はお気をつけください。ボウルを用意、塩を加えたら水を注ぎ込みます。しっかりとこねくり回して塩を溶かし、塩水を作ります。その中にナスを投入、10分間程度漬け込むことでアクが抜けるとネットで拝読しました。玉ねぎを用意、またもや真っ二つに、皮を剥いてから頭とお尻のなんか食べられそうにない部分も取り除きます。今回はゴロゴロとした食べ応えのある形に揃えたいなと突然思ったので、見慣れない切り方をしています。もっと賢いやり口があると思いますが、私の頭では思いつきませんでした。次は胸肉、毎度毎度割引された商品しか買っていません。悲しい。先ほど切り込みを入れたナスがだいたいこのぐらいの大きさになるであろうサイズ感を予測して鶏もも肉をカット。ちょっと何言ってるかわからない。あとうっかり鶏肉を切ってしまいましたが、カンピロバクター属菌が付着してしまうため一番最後に切るのが定石です。これが俗に言う加齢に伴う脳機能の低下です。気を取り直したら大葉を洗います。本当は鶏肉を切る前にやりたかったです。茎をちぎり取ったら半分に折りたたんでカット。繊維を押しつぶしてしまわないように包丁のストロークを利用して優しく切り進めましょう。最後に生姜、今日は皮を剥いておきました。あとはすりおろして準備完了。ええ、疲れました。次は味噌のタレの作成。冷蔵庫にあった味噌を大さじ3程度、そこへお酒を大さじ1、みりんを大さじ1、そして砂糖、こちらもおおよそ大さじ1。あとは必死にこねくり回して一体化させましょう。偶然目に入って思い出した、そういえば塩水につけておいたナスを救出します。アクが抜けていると思います。多分ナスはスプーンなどを使用して力ずくでくり抜いてやります。くり抜き終えた皮の部分も入れ物として使用しますので、うっかり捨ててしまわないように気をつけましょう。手が痛いです。
思った以上に具材の大きさがバラバラだったけど、逆境にめげずに下味の塩を振っていきます。そしてホワイトペッパー、気が済むまで振りかけます。フライパンを火にかけます。そこへ油を多めに注ぎ込みます。まずはなんとなく火が通りにくそうなナスを並べていきます。そして鶏胸肉も同様に並べていきます。あまり動かさずに美味しそうな焼き色をまとわせていきましょう。気が済むまで加熱したらひっくり返します。焼き色がつきました。美味しそうなのかは微妙です。そこへ玉ねぎ、そして味噌だれを投入。食材全体に絡めながら炒めていきます。なんとなく絡んだかなと思った頃に水を 150ml、 あとは蓋を落としてしばらくコトコト煮込んでいきましょう。時間などは計っておりません、あしからず。ちょっと早かった。もう少し悪あがきをします。まあこのぐらいかな。そういえばくり抜き終えていたナスの器をレンジで温めます。これによりくり抜き損ねた皮に近い部分の身もきれいにいただけるはずです。いつの間にか置いてあったバットの上にナスのお皿をセット。先ほど炒め終えた具材たちをその中へせっせと詰め込んでいきます。どう見ても A 型で草が生えます。その上からシュレッドチーズをたっぷりと。あとはバーナーで炙ってこんがりとさせます。オーブンがある方はもちろんオーブンを使用してください。うちにはそんなお金ありませんから。ダメ押しの粉チーズ、白ごま、そういえばおろしておいた生姜、そういえば切っておいた大葉、突然現れたバターをのっけたら完成。こんなもんでしょうか。丸っこいナスが安く売っていたので衝動買いをしてみたのですが、田楽にするのかグラタンにするのか今日も迷った挙句どっちつかずの食べ物が出来上がりました。お、なかなか味が濃くて美味しかったです。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。